はいどうもリンドです。今日は、ハウジングの続きやっていこうかなと思います。今日はね、1階のところをやっていこうと思います。で、前回までの確認という形で2階をちょっと見ていきましょう。2階がね、あ、ネルルちゃんがなんか持っておる。それは何？うん、持ち物がいっぱいなんだね。何にも受け取れないんだ。何をポイしようかな。なんかポイできるもんない？トラマナミストでも使ってたんだよな。あ、魔法の聖水いいね。やっぱ賢者の聖水してそうになった。何をくれるんだい？あ、メタルのかけらだ。おお、どっから手に入れた？もう メタルのなんか殴り倒してきたな。はい、ということでね、まあ、2階の確認なんですけど、2階がね、こんな感じになっています。まあ、ネルゲルのね、会議室風なね、この円卓会議のところと、はい、この辺ですね。で、このような形でちょっと幻想的なね、雰囲気を出すように作成した状態ですね。はい。で、3階がね、こちらですね。ナイトマービフォークリスマスのジャックのね、研究室風ということで作成したところですね。うん、ここもいい感じになりましたね。では最後、1階ですね。を、まあ、どのように作っていくかってところなんですけど、で、春のイベントでね、こちらの花模様の光るラグと、この花園のね、室内噴水っていうのをもらってきました。もらってきたというか買ったんですけど、で、そちらをね、使っていこうかなとは思うんですけども、まずね、ここに絨毯を引いていこうかなと思います。的の、多分絨毯2個あれば足りるよね。足りねえかな。足りるだろう。なんかちょっとずれてるように見えるな。こうかな。これで多分まっすぐで、ここもね、最後の絨毯を引いていこうかなと。お、いい感じ。じゃあこれは中間に置いてって感じですね。うん、ひとまずはね、こんな感じでいいね。あ、これフラッグ2ワグか。さあどうすっかな。で、この蝶々だけをね、欲しかったんですよ。この蝶以外はね、正直なところそんなにいらない。この蝶の部分だけが欲しいんで、重ね置き、これ触ったら変わったりするのかな。ああ、触っても変わんないね。ということなので、蝶だけを出すように重ね置きしますか。裏から見るとめっちゃ出てるけどね。あ、いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ちなみに、あと11個。11個。片側だけで良さそうだな。
ちょっとね、鉢植えを置きたかったんですけど、このトランプのやつぐらいしかなかったので、ちょっと、こう、トランプのね、この下のところを隠したいな。この植物はすごい好きなんだけど、この下隠したいな。下隠してえな。こういう置き方で問題はないと思うんだけど。まだダイヤがこう前に出てる方がいいね。ああ、いいね。いい感じだと思う。あっちと同じぐらいな位置に置きたい。あの柱のところが2個。まあ、柱っていうか、ここね。これ。これ。が2個分ですね。で、こっちも2個分ぐらいこう開けて、今は左右対称っぽい感じにね、したいので。あ、いい感じなんじゃなかろうか。これあんまり置けないな、家具。レリーフがめっちゃあるな。これは使うと思うんだよな。もうね、ラグは使わないと思うな。紫ステンドグラスも使わないだろうな。使うやつと使わないやつと結構あるね。ちょっとランプとこれだけちょっと取っとくか。ウィザードのね、植物もちょっと取っといてかな。これぐらいにしておいて、で、どうしようね。割と綺麗なんだよね。でもな、ちっちゃいな。どうすっかな。あんまり圧迫感を出さない方がいいんだけど、でもちょっと狭めにしないとね、こう周りが邪魔にならない程度にやりたいな。こう なんて言ったらいいんだろう。一階はね、エントランス風な感じにして、もうまっすぐ前ね、こう歩いてほしいから、そういう感じにはしたいんだけど、
と位置を変えて、こういう感じに一直線にね、こうライトを置くと、多分あれだよね、まっすぐこうね、斜めの方が好きだな、置き方。この方がいいな。まあ、細かいことなんだけど、こう、なんでだろう。前から見たときに、こう、鉄のね、部分がこう前に出てるよりは、ライトの中が見えてるような感じっていうんですかね。の方が、個人的に好きだな。こうだな。で、こうすると、そうだね、なんかまっすぐ歩こうっていう感じになるよね。あとはここにうまい具合に何か壁というか、壁というかね、そんな感じになるといいな。であえてあの辺から光が漏れてるの、これいいんじゃないですか。ああ、でも、ここにつけるのもあり？あ、置くことできませんでしたと。で、行くと、こうしてやって、こうしてやると、おお、いい感じに光は出てるんだが、ちょっと違うな。もうちょっと、こっち、いやでもなんか違うな、なんか違うのでやめ、なし。これはなし。でもな、欲しいな、今の感じ。そっか、ここに置けばいいのか。普通に。そっかそっか。普通に置きゃいいのか。そっかそっか、普通に置いちゃいいのか。解決。よし、これで内側向いたでしょ。おーおーおーおお、いいじゃん。自画自賛だけど、このライトもうちょっと置けたらいいな。結構これ好きなんだよね、この床置きのシャンデリア。上にもシャンデリア欲しいから、上は上でシャンデリア置いとくか。
この辺に置くとこれ雰囲気出るよね。どうしようかな。家具カタログを見て、ライト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 、ランプ、ランプ、ランプ。床置きのシャンデリア。黒とかも欲しいね。黒いくらかしら？おぉ、すげえ値段すんな。マジか。25万か。白だといくら？白で12万。もう100万飛ぶもんな。単純計算。いやー、青と赤の交互でいいか。数欲しいしな。5個安いな。5個にしよっか。5個と1個で6個でしょ？うん。ひとまずね。あと、赤。違うよ、それ赤じゃない。これ赤だね。赤が、うわ、20個もいらんけど、20個安いな。20個買っとくか。とりあえずやれるだけやって配置して、変だったら変えりゃいいんだもんね。配置しよう。配置しようと思ったところ、あと2個しか置けねえ。やっべえな。置ける数が。この辺で OK だな。やべえ、全然置けないぞ、俺。一回超殺風景になるな。これ片付けて、一旦植物とか片付けちゃいます。一旦このレリーフ片付けるか。一旦片付けよう。できればライトをこうね、いっぱい置いて、こうまっすぐね、こう通路を作っていきたいのだが、やっぱ1階が微妙になりそうでやだな。いや、角のね、置ける量が決まってるからね。うわ、置かさせた。違う、そんなとこに置かないよ。邪魔くさい。いいでしょ？あ、いい感じだね、これはね。シンプルにまっすぐ歩く感じになってからいいね。
いや、滝を増やしてもいいかもしれないな。悩むね。こう滝をね、こう1234とかみたいな感じで行くのもありだよね。いやー悩むな。こう滝で次みたいな感じでもありだよね。あーどうしよっかな。あーどうしよっかな。そんな感じにしてみるか。ここの滝はこのままでいい気がするんだよな。でももうちょっと内側に入った方がいいのかな。やーって分かんねえな。どっちがいいんだべ。一旦こう滝置いてみるか。滝ギリギリまで出してみて、裏から見たときどうなるか。もう完全に滝の中にこの兵隊じゃないや、鎧入っちゃってるけど、ちょっと気にせずに裏から来たときはダセえな。裏から見たときにね、微妙だったんだよね。ということで滝を横に置くのをやめて、こんな感じでさ、滝を横に置いてみようか。滝増やそう。滝増やそう。よし、滝増やそう。そうしよう、そうしよう。そうするのがいいだろう。うん、こうして、で、滝ライト、滝ライト、滝ライトみたいな。感じにしようか。でも滝2個ぐらいでいいな。ん？違う。片方に2個。
や3個重なるかもしれないから合計6個受け取るか。6個も置けるかな。このドラキーのこのこれに関してはこの写真ねは上でもいいのかな。でも下に置きたいな、せっかくだしな。とりあえず滝受け取ろう。滝いっぱいにするしよう。そうしよう。で滝とこの床置きシャンデリアを置きまくってくらいな感じにしようか。まず島を これとクリスタル巻き、これは戻そう。ウィザードとトランプがあれだな。そんな感じにしよう。よし、じゃあそんな感じにしていこうと思うので、とりあえず一旦ここで一旦カットさせていただきます。一旦ここでね終了して、また物を受け取ってからね、続きやっていこうかなと思います。では、本日はね1階のハウジングの方途中まででした。では以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。